武田塾高田の参考書だけで合格点を取る方法。今回は2017年信州大学の地理の勉強方法について話していきたいと思います。信州大学の地理、試験時間は90分間で、配点は150点満点の試験になります。大問構成は全部で2題出題されています。で、2題とも、数多くの記述問題を含んだ形の大問となっています。100字から150字の論述問題がいくつも出題されていますので、しっかり論述の対策をすることが一つポイントになってきます。またただの論述問題ではなく、データや資料が与えられていて、それを読み解きながら、100字以上にまとめていくという形式の問題となっていますので、データをしっかり分析していくという力も身につけておいてください。具体的な対策方法としては、実力をつける地理100題が一番の対策になってきます。実力をつける地理100題を通して、データの分析の仕方やそこに出てくる記述問題を回答できるように練習をしていきましょう。また論述の専用の参考書としては、納得できる地理論述という参考書を使ってください。ここにはデータの分析の仕方やありとあらゆる論述問題の解き方が書いてあります。ここで論述問題について、仕上げていきましょう。最後は過去問演習の中で信州大学の傾向に合わせて対策をしていくことをお勧めします。今回は以上です。